宮古市桑ヶ崎、昨日午後3時頃の映像です。多数の民家がある中に津波が一気に押し寄せている様子がわかります。ものすごい勢いで津波が襲っています。そして家屋が次々と流されています。また土煙でしょうか、あるいは波しぶきでしょうか、上がっている様子がわかります。こちらは高台に避難している住民の方々でしょうか、この様子を見ています。ご覧いただいているのは岩手県の沿岸、宮古市桑ヶ崎の昨日午後3時頃の映像です。この激しい津波の力によって家屋が流されて次々に動いている様子がわかります。ご覧いただいている映像には民家も多数立ち並んでいるんですが、津波の力によって流されてしまっています。岩手県警の午前0時現在のまとめによりますと、岩手県内の死者の数は57人です。このうち陸前高田市と大船渡で合わせて32人、大槌町で12人、山田町で5人、久慈市で3人、宮古市で3人、田野畑村で2人となっています。行方不明者は150人に上っています。内訳は大船渡で78人、宮古で38人、田野畑村で22人、普代村で1人、久慈市で11人です。この中には大船渡市料理地区で津波に飲まれた中学生23人を含む48人の行方不明者も含まれています。